痛風大吾のローアルコールの勧め始まります。よろしくお願いします。今回も大好評モダンスタジオで進めていきたいと思います。それではスーパースター江添さん、よろしくお願いします。お世話になってます。江添です。よろしくお願いします。はい、で今までですね、江添さんと一緒に秋に飲みたいモナンを使った、ローアルコールやノンアルコールのドリンクを作ってきました。で今回もですね、2種類の、まずローアルコールと、それからノンアルコール、作っていきたいと思います。はい、で一発目なんですが、こちらは何ですか？金木星。白金木星、珍しいですね。そうなんですよ。これですね、バーテンダーさんとかバリスタさんとか、プロフェッショナルの方も結構使う。今回はですね、この金木犀のモナンを使って、金木犀オレンジスプリッツァーを作っていきたいと思います。では作っていきます。もうですね、ここから金木犀の香りが、はい、本当ですね、します。結構金木犀自体がオレンジのような香りがするので、ここでですね、普通のスプリッツァーって白ワインとソーダだけなんですが、ちょっとクラフト感を足しておしゃれにドリンクを演出していただこうかなと思いまして、はい、であえてのオレンジをペストルで潰す、はい、でこうすることによってちょっとクラフト感が出ますよね、はい、これだけで手作りでしっかりと作られたっていう感じが、ちょっと潰す、はい、ここの潰し感はお好みで、はい、で今回はスプリッツァーですので、白ワインとソーダでいきます、はい、でまたいい炭酸、はい、でペレを使っていただければな。で最後に飾り付けで、はい、オレンジを、オレンジピール、はい、はい、ピールをまた可愛らしいのができました。はい、ありがとうございます。じゃあ飲んでいきたいと思います、はい。やっぱり金木犀のすごくいい、綺麗な香りが、花の香りがしますね。飲んでいきます。いかがでしょうか？美味しい。ありがとうございます。ちょっとやっぱりあれですね、金木犀の独特のこの香りは中華を感じさせる。ああ、そうだと思います。ね、ちょっとおしゃれなシャイニーズバルとか、ちょっとおしゃれなそういうところで飲むと、はい、雰囲気がいいですね。ですね。いや、すごく美味しいです。はい、今回お酒ですので、グラムを測っていきたいと思います。金木犀スプリッツァーです。ワインも90ミリ使っておりますので、やはり 9.36g という形でローアルコールヘルシーなドリンクができております。ありがとうございます。はい、それでは今日の2杯目いきたいと思います。江添さん、ちょっと秋もだいぶ深まってちょっと寒くなってきたので、はい、秋にふさわしいなんかホットドリンクみたいなのって何かいいのありますか？じゃあホットカフェラテの中にですね、はい、秋のフレーバーを入れていこうかなと思うんですが、はい、こちら焼き栗ローステッドチェスナッツシロップというのが、それを入れて、でシンプルなんですが秋にですね、温めて体を温めていただこうかなと思います、はい、ね、焼き栗楽しみですね、はい、シロップをですね、15ミリで、これですね、ホットミルクになるんですが、これ入れていただきます。カフェラテです。エスプレッソ。はい。もう美味しそうですね。はい、で、やっぱりラテです。はい。クリームが必須かなと思います。うわー。トッピングですね、甘栗とかをこう、はい、スライサーとかでシェイブしてもいいですし、コーヒー豆に効いたものです。大人なビター感を出して、おしゃれ、福岡さんに飲んでいただきます。ありがとうございます。またなんかちょっと似合わないんですけれども、ぴったりだと思います。ありがとうございます。今回も本当簡単ですね、はい、もうすごくシンプルに作っていただこうかな、うん、でもこれかなりいい値段で売れそうですね。じゃあ飲んでいきたいと思います、はい、これでちょっと何か混ぜて、はい、クリームをかけていただいてもいいですか？まずクリーム。美味しい。クリーム美味しいですね。ちょっと飲んでいきます。はい。あ、栗いますね。栗いますか？はい。ありがとうございます。ええー。こう、マロンとかほど甘くなく、
もう焼き栗っていう香ばしいナッツ、シスナッツをしっかり島にローストしたような味わいになる。エスプレッソを使ったラテ、本格的なラテに、はい、ほんの少し入れただけですよね、はい、これカフェラテじゃなくてもカフェオレとか入れても全然ご家庭でも簡単に作れる。美味しいです。これアルコール入れるとしたら何がいいですか。これはもう間違いなくブランデー、はい、あれでしょうね。おしゃれ。これなら男性が飲んでも大丈夫ですかね。全然いいと思います、ね、飲んでみたらすごく美味しかったです。ぜひ皆さんも試してみてください。はい、ありがとうございます。今回もですね、江添さんと、秋を感じる、モナンを活用した、様々な美味しいローアルコールとノンアルコールを紹介することができました。またですね、前回前々回ですね、洋梨を使ったものとか芋ラテとかですね、別の動画もアップしてますので、そちらの方もチェックもお願いします。今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひこれもですね、はい、次回も楽しみにしておりますので、はい、また冬とかですね、新しいドリンクの方で協力していただければなというふうに思います。ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。